なんて言われてる。二杯だ、大急ぎで頼む。ちょっと気をつけて、失礼ね。それで目をやったら、奴は一口で樽の半分を飲み干した後だったんだ。ゲラルト、こっちだ。よう、白髪の。お前とはいい酒が飲めそうな気がするぞ。どうも、また今度にしよう。おいおい、水臭いぞ。俺のおごりだよ。お見事だろう。時間は最高のおもちゃだ。そうは思わないか。それにジンジャーブレッドに欠かせないスパイスだろ。そうか、聞いていたんだな。その通りだ。時間を操るのはやめられん。よだれが出そうなくらい魅力的な状況を作り出してくれるからな。自分の気に入らないやつのスープにそいつが嫌いなものをこっそり入れてやったりできるだろう。お前は何者なんだ。ゴンター・オーディム、またの名を。そんなことじゃない。ああ、何を生業としているかの話か。人々に欲しいものを与える仕事だ。願いを叶えると言ってもいい。叶えて地獄に落とすんだろう。俺のせいじゃない。願い事の仕方がまずいとそうなる。俺は誠実なんだ。俺は人々の望みを叶えるだけ。多くが願うべきでないことを願うのは彼ら自身の腐った本性のせいでしかない。お前は人間じゃない。それは確かだ。正体は悪魔か人か。本当に知りたいのか。ああ。いや、違うぞゲラルト。それはお前の望みじゃない。今回は見逃しておいてやる。俺の本当の名を知った者は残らず死んだか地獄を見た。お前がそうなるのはまだ惜しいからな。本当に時間を操れるのか、それとも奇術の類なのか。違いがあるか。全く違う。昔から時間の魅力に取り憑かれていて、その活用法を探求していたとでも言おうか。なぜ時間だったんだ。ゲラルト、この世には長さ、幅、高さ、時間の4つの次元がある。この中でどれが魅力的だ？幅か？決まってるだろう。それで、ここで何をしているんだ？お祝いに来たのさ。オルギエルドの件では素晴らしい仕事をしてくれた。借りはほとんど返し終わったと思っていい。奴の3つの願いを叶えろと言われ、その通りにした。これで俺の印を消してもらえる約束だ。まだだ。俺との契約を満たすにはあと一つ仕事をしてもらう。オルギエルドをリルバニ神殿に連れてきてくれ。そんな話はしてない。いや、したんだ。よくあることだろう。契約書には必ず一つや二つの罠がある。細かい字で目立たないように書かれた条件こそ得てして最も重要な項目なんだ。口約束でも同じことだ。よく思い出せ。俺はこう言っただろう。何もかもうまくいく予感がしてるんだ。全てが終わったら俺たち3人は再会し、3人で共有した旅路に感謝するってな。ああ、覚えてる。約束を果たせば印を消してやる。これで二度と俺が誰かと話をするのを邪魔できまい。どうなってんだ。スープにハエが入ってるぞ。お前を見てたが、近づいてきたことに気づかなかったぞ。なんでここにいるんだ。俺はウィッチャーだ。おかげで超人的な速さで動けるんでな。お前がスープにハエを入れたのか。いいか、よく聞け。お前たちの狩猟にここから南にあるリルバニ神殿に来るように伝えろ。
入り口は洞窟の中にある。何の騒ぎだ。リルバに神殿だ。いいな。ああ、分かった。ちょっと待て。お前の知り合いの軍医がさっき来た。会いに来いと言ってたぞ。どうも。ニルフガードが皇帝なんてクソした。うっ、こいついきなり死んだぞ。さっきまで生きてたわ。永遠の炎が守ってくれるし、怪物もやっつけてくれる。はぁ、あ、シャニー。ああ、ゲラルト、よく来てくれたわ。何があった？侵入者が。これ？ いえ、旅立つ準備してるだけよ。何？いつ？どこへ？違うの。というか、この話のために呼んだわけじゃないんだけど、実は。ここを離れるの、ゲラルト。東方の前線が呼んでる。ケイドウェイよ。急にどうしたんだ。引っ越す話なんて初耳だぞ。私も知らなかった。今朝決まったの。二人の兵士が訪ねてきて、軍が私を必要としてるって。それで断れなかったのか。うん、断れたかもしれないけど、その気にならなかった。病気や怪我を治すのが私の使命だもの。私は前線で必要とされてる。なんとか考え直せないのか。ゲラルト、どうして。結婚式は楽しかったわ。でもあなたにはあなたの、私には私の人生がある。いつまでも一緒にいるわけにはいかない。あなただってそれはよくわかってるはずよ。体に気をつけろよ。あなたもね。それでオルギエルドのことは分かったか。実は本で調べるのは早々に諦めたの。真実を知りたければ彼を知ってる誰かに聞くしかないと思って。誰か見つかったか。すぐにね。学院での同僚でプリメティン・シェイクスルク教授の助手が、オルギエルド・フォン・エベレックは何度か教授と会ってたっていうの。オルギエルドは教授に何かの調査を依頼したらしいわ。教授はその仕事にのめり込んで取り乱して記録を隠すようになったそうよ。助手である彼にすら見せなかったって。その教授、どこで会える？オクセンフルトよ。学院の敷地内にある自宅に閉じこもってる。ウィッチハンターに守られてね。ウィッチハンター、軟禁状態ということか。わからないの。中には彼を裏切り者扱いする教授たちもいる。お金と引き換えにウィッチハンターと通じてたって。でも助手によると、教授はただ身を守るためにウィッチハンターを雇ったらしいの。何を恐れて。君の予想は。教授は彼らの役に立つ人材よ。黒魔術と神秘学の専門家なんてまさに知識の宝庫だもの。教授がまだ正気なら彼らが利用しようとしてもおかしくない。その教授と話をしなければ。一緒に行く。学院は衛兵であふれてるから、一人じゃ中に入れない。衛兵に俺は止められない。知ってるだろう。でも傷つけたら手当てするのは私よ。知り合いに出くわすかもしれないし、一緒の方が簡単よ。最近の学院の様子はどうなんだ。ラドビットに閉鎖されてからの話。警備は厳重なのか。相当ね。ほとんどの学部は北方へ避難した。勇敢な人たちは残ったけど、選択係や裏切り者たちの案内人だけよ。どうして。単なる好奇心だ。どうやら学者たちは魔術師のやり方に習ったようだな。それで東方の前線へ行って、その後は。彼らが行けというところへ行くわ。どこであれ体には気をつけろ。大丈夫よ、いつもそうしてるわ。
止まれ。ダドビッド王のご命令により学院は閉鎖だ。講師なのに閉鎖と言ったら閉鎖だ。頑固になったのね、ノルバート。手当てをしてあげた時は優しかったのに。その後、膝の調子は？絶好調。手当を受けたのが嘘のようだ。もし今の私があなたを手当てしてたら、あなたは一生歩けない状態のままになるわね。なあ、ブルーノ。ん？彼女は入れてもいいんじゃないか？悪いことをするような女性じゃない。いいだろう。だがその女だけだ。ウィッチャーは目立ちすぎる。隊長にバレて面倒なことになると困る。こうしましょう。私が先に入ってあなたを中に入れる。どうやって？わからない。でも何とかしてみる。普段川の方の警備はあまり多くないから。任せる。いいわ、入らせて。ゲラルト、ねえ、いる？ああ、いるぞ。ロープを。どこからロープを？長い話よ。でもうまくいった。シェイクスロック教授の家は通りの突き当たりよ。家の前にウィッチハンターがいる。さすがに私じゃ無理そうね。本当にいろいろとありがとう、シャーニー。大したことじゃないわ。同じぐらい助けてもらったの。出発する前に会いたかったら家にいるわ。まだ荷造りが終わってなくて。ああ、後で行く。銀のペンダント、この印は見たことがない。長い間使われていないようだ。
割れた鏡。何かにぶつかった形跡はない。誤って誰かが割ったわけではなさそうだ。大声のせいで割れたのか、誰かが自分の顔を見て悲鳴を上げたとか。誰だ、フランコか。士兵はいつもの場所に頼む。あと食事を下げろ、今日は食べたくない。シェイクスロック教授か。何者だ、どうやって入った。出て行け、何も知らん、知りたくもない。分かったか、ダメだダメだ、出て行け。危害は加えない。あの悪魔の使いだろう、決まってる。悪魔とは。知らばっくれるのか。しらじらしい。ゴンターオーディ邪悪だよ。使いではないが、ここに来た理由はそいつだ。俺はウィッチャーだ。おう、変態だと。なるほど、そうだな。なぜ家の外に見張りが軟禁されているのか。保護コーチだそうだ。保護だと。自分の身の振り方も決められず、息をするのにも許可が必要な状態だというのに。奴らの狙いは。こう見えても私は神秘学の第一人者だ。存命の学者の中ではな。我が師であったライオネル教授などは。今はウィッチハンターと手を組んでいるのか。手を組むだと。まるで私がそう望んだような言い方だ。奴らは無知蒙昧の輩だが、私が魔女魔術師に詳しいということは知っていた。奴らはその知識を利用して暴虐の限りを尽くしているが、私にはどうにもできん。知りたいことがある。それを知っているのは教授だけかもしれない。ウィッチャーか。ならば恐れる必要はないな。私は怪物ではない。オルギエルド・フォン・エベレックが来た理由は。あの男に初めて会った日は人生で最悪の日だ。奴が訪ねてきて、ゴンター・オーディムの正体を突き止め、そいつを消す方法を見つければ大金をくれると言ったんだ。私はその話を承諾した。専門分野だからな。金も必要だった。そして書物を読み漁り、徹底的に調べ上げ、民話や伝説の分析を行った。ニルフガードまで調査に行ったんだ。その図書館にあの謎の存在の手がかりをつかんだ。何千年も前から数々の文明で奴の記録が残っているのだ。名は様々だが、常に邪悪な存在として記録されている。この地ではゴンター・オーディム、鏡の達人や鏡の男というような名もあった。古代の落書きのような記録を解読しているうちに視力を失ったが、多くのことが分かった。例えば、奴は獲物をもてあそぶ契約を楽しむのだ。一見無害な契約で契約者を狂気に陥らせる。この部屋のものは何だ。ルーンにはどういう意味が。私を守ってくれる。これで悪魔も手が出せない。なぜわかる。奴が自分でそう言った。一度訪ねてきてな。その頃すでに視力を失っていたが、姿ははっきり見えた。私に笑いかけていた。私が奴に興味を持っていることを光栄に思うと言っていた。その礼を言いに来たのと、奴も私に興味を持っていたらしい。そしてこの魔法陣を書き、ここにいれば安全だと言った。それが奴なりの礼だと。外に出てみたことは。まさか、あんたも奴の言葉を聞いてたら絶対そんな気なんて起きないよ。あの男のことで他に情報は。ゴンター・オーディムはただの男ではない。様々な形を持つ悪魔だ。その命を無駄にしたくなければ、奴のことは忘れろ。お前は生きてる。生きてはいるが、絶えず恐怖に苛まれながら日々を送っている。オルギエルドも奴と契約を。素晴らしい推論だ。だがなぜだと思う。知っての通り、彼は裕福な羊だ。婚約者の家族と揉め事を起こさなければ平和に人生を送れただろう。
だが彼は不運に見舞われた。追放され財産を失ってしまったのだ。名家であるイリスの家族は受け入れられなかった。平民に娘を嫁がせるなど考えられなかったのだ。オルギエルドは駆け落ちを望んだ。遠くへ逃げようとな。だがイリスはそれを拒んだ。ひどい人生だ。そうだとも。だが運命はさらに悪い方へ転がる。流浪の魔女が希望を与えたのだ。鏡の達人という何でも願いを叶える男がいると。その後の話は想像がつくだろう。オルゲルドとオーディムは十字路で出会い、願いを言い、契約書に血の署名をして必要となる代価を支払った。オルギエルドは愛する者を一人犠牲にしなければならなかった。オーディムはオルギエルドに二人の愛する者がいると知っていた。婚約者と弟ブロジミールだ。オルギエルドは心を決め、そのすぐ後に愛するイリスと結ばれた。オルギエルドは実の弟を殺したのか。いやいや、もっと冷静に考えるんだ、ウィッチャー。オーディムが関与していたはずだろ。オルギエルドは血で契約に署名しただけだ。そして次の日弟は死んだ。オルギエルドが話したのか。当然だ。出ないと診断のしようがないだろう。病気のような言い方だ。病気の方がマシだ。病気なら多くは治療法があるが、悪魔との取引では薬も手に入らんだろう。望みは叶った。オルギエルドはなぜオーディムを消したがっている。叶った？彼の心は氷のようにいてついてしまった。弟を犠牲にしてまで結婚した妻への愛も色あせ、愛する者を全て失ったんだぞ。オーディムは願いを叶えるが、本当に必要なものは与えない。契約者は皆その事実に気づき、命を絶つ。奴を消すことはできないのか。悪魔を殺す？無理だ。だが年代記には奴との契約を解消した男がいたと書かれていた。彼はオーディムのやり方に従いつつオーディムのゲームに勝ったんだ。というと？オーディムは契約で縛り、言葉の罠を仕掛け、知性で勝負する。そのゲームで奴に挑めば奴に勝つこともできる。ただし忘れるな、かけられるものはただ一つ。奴が本当に欲しいもの、魂だ。オーディムが残した印、これを消す方法はあるか。印？聞いたことがないな。不思議だ。もしかすると契約を果たせば消えるのかもしれない。奴に挑み契約を終わらせれば印も消えるのか。わからん。成功した唯一の男には印などなかったな。助かる。参考になった。それはよかった。何年も閉じこもって命の危険を感じる毎日だ。人の役に立てるのは気分がいい。